世界中の若者が議論を交わす人気番組で、日本を軽視していた中国の学生がアメリカの学生に提示されたある事実によって場の空気が一変し、完全に論破される出来事が発生しました。中国による他国への海洋進出、長期化するロシアのウクライナ侵攻など、現在世界にはたくさんの問題があります。それは日本も例外ではなく、北朝鮮による核ミサイル開発をはじめ、安全保障環境は悪化の一途をたどっています。岸田政権は防衛力の抜本的強化に乗り出す方針だということで、日本は今戦後防衛政策の大きな転換点を迎えているのです。そんな中、海外の人気番組の一つに世界中の若者が集まって討論をするというものがあり、日本の防衛力が話題に上がりました。ではその番組の中で中国人学生は何を語り、アメリカ人女学生からどういった事実を伝えられたのでしょうか。今回は世界が注目したその討論会の詳細と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。自国を誇る中国人学生とアメリカ人女学生の反論。この番組は毎週様々なテーマで討論が行われていましたが、その中に政治や軍事力に関するものがありました。各国代表の優秀な学生たちはお互いの国を尊重しながらも活発な意見を交わしていきました。すると突然、中国人学生がこのようなことを語ったのです。中国は世界2位の軍事力を誇るロシアに肉薄するほどの軍事力を持っています。特に中国海軍は急速に戦力の拡大や近代化を進めています。海軍力だけで言うと、今は中国はアメリカに次ぐ世界2位の規模を誇っているのです。それに現在中国には一帯一路構想というものがあります。これは中国経済をさらに発展させるという目的や、発展途上国を助けるものです。道路や港湾、発電所、通信などのインフラを整備することで、中国は発展途上国の近代化と経済発展を促しているのです。だけど同じアジアである日本の軍事力ランキングは7位。高度な技術があると言っても中国よりは下です。実際に中国は2023年4月の時点で7億6100万人以上の軍事力を有し、駆逐艦50隻、潜水艦78隻、その他多くの軍事資産も保有しています。テーマが複雑なだけに、慎重に討論していた学生たちは、中国人学生の急な日本批判と自国自慢とも捉えられる発言に黙ってしまいました。そんな中、一人のアメリカ人女学生が口を開きました。あなたはそんな話を信じているのですか？中国が一帯一路を目指す理由は、アメリカとの緊張状態が高まった時のための自衛策でしょう。確かに中国の軍事力は強大です。でもいざ戦争になったらどうなると思いますか？2023年4月時点で駆逐艦92隻、空母11隻、航空機13,300機、攻撃ヘリ998機を保有し、航空機体の規模や軍艦数、輸送艦隊の戦力など多くの分野で軍事力ランキング1位を獲得しているアメリカ代表の発言に、スタジオは一気に盛り上がりを見せます。中国の国外基地はアフリカのジブチにある中国人民解放軍保障基地のみ。それに対してアメリカは180以上の国で軍事展開していて、管轄する軍事基地だけでも40を超えています。またアメリカは NATO に加盟している上に、日本や韓国、オーストラリアとも軍事同盟を結んでいます。その一方で、中国が正式に軍事同盟を締結しているのは北朝鮮、パキスタン、イランなどです。アフリカの一部地域やカンボジア、ラオスといった国にも影響が及んでいるのは確かですが、中国の進出を認めている国は返済しきれないほどの債務を背負わされているのです。また政府高官がチャイナマネーによってうまく丸め込まれたからということが考えられます。そしてはっきり、アメリカ人女学生は、中国は戦力外なのです。つまりアメリカは戦争を始めなくても、周辺の同盟国と協力して中国を包囲するだけで有利にことを運べるということです、とコメントしました。しかしその言葉を言い終わる前に、さらに中国人学生がまくし立てます。だからこそ中国はすでに世界最大の海軍を持っていても、航空母艦の建造や潜水艦隊の充実に力を入れて軍備拡大を続けているんですよ。
それに対してアメリカ人女学生は冷静に中国の行動の矛盾点について指摘します。中国はアメリカの空母打撃群を恐れて空母キラーと言われる対艦ミサイルシステムを配備しました。しかしもし同じものを韓国や台湾、日本、フィリピンなどが配備した場合、中国の空母である遼寧や山東が東シナ海に出ることはできないのです。その時のために原子力潜水艦があるのですが、実は中国の潜水艦は敵艦に魚雷を命中させたことがありません。このことを聞いた中国人学生は先ほどまでの威勢はなくなり驚いた表情をしていました。そしてアメリカ人女学生は日本と中国の軍事力について比較できるエピソードを詳しく話し始めました。日本と中国の軍事力の比較がわかるエピソード。中国に引き換え、日本は世界が驚くほどの高い潜水技術を持っていますと言い、2004年に起きた阪急原子力潜水艦領海侵犯事件を例に挙げました。2004年10月、中国の潜水艦は機密命令を受けて青島基地から出航しました。グアム周辺から沖縄近海で情報収集するような動きを見せます。海中深くに身を潜めて予測不可能な場所から強烈な一撃を食らわす潜水艦は敵国にとっては脅威でしかありません。しかしそれは完全に気配を消せることが前提です。ところが阪急原子力潜水艦は陸上の原子力発電で通常運用していた原子炉をそのまま潜水艦に乗せているのです。一般的な潜水艦が100デシベルを目標に設計されているのに対し、これは170デシベルもあり、頭のすぐそばで鐘を叩いているようだと乗組員が言うほどの騒音だったといいます。そこで騒音対策のために全長を約8メートル大きくし、船内に響き渡る騒音は軽減されました。ですが重要なのは人間の耳に聞こえる音だけではありません。潜水艦が一番注意すべきなのは海水中を伝播する音波なのです。その改善ができていなかった阪急潜水艦は青島を出た瞬間からアメリカ軍に探知されてしまいます。さらに日本の自衛隊や台湾海軍からも追跡、監視されてしまいました。海上自衛隊の P3C 哨戒機は領海に侵入した潜水艦に対してパッシブソノブイを投下しました。ソナーの音を頼りに追跡を開始し、そのデータは護衛艦のクラマと夕立に送られ、両艦から潜水艦に対して警告が発せられる事態になりました。当然日本政府は中国政府に船舶問い合わせを行います。ですが中国はこの件について一切回答せず、この潜水艦は国籍不明艦として扱われることになってしまったのです。結局上海の領海に侵入するまで追跡劇は繰り広げられ、収集したデータから中国の阪急潜水艦ということが判明。日本政府は中国の特命全権大使を外務省に呼び出し正式に抗議しました。それでも中国は抗議は受け入れがたいという返事をしました。当時特に阪急潜水艦は攻撃されませんでしたが、領海侵犯の警告に逆らっているので撃沈されても仕方ない状況だったのです。中国は命がけで任務を遂行しようとしている自国の兵士を簡単に見捨ててしまうということを世界に表した事件でした。現在中国が太平洋へ秘密裏に潜水艦を派遣しようとした場合、哨戒範囲の広さが原因でどうしても警戒が手薄な宮古島から沖縄にかけての動線に限られてしまいます。だから中国は今になって沖縄の主権は日本にないと主張し始め、沖縄県知事を国賓並みに優遇して日本から引き離そうと躍起になっているのです。アメリカ女子学生の話を聞いても中国人学生は反論しようとします。それでも中国海軍は高い練度と安全性を持っています。しかしこれについても反論されてしまいました。中国の安全性と日本の軍事力の優秀さ。安全性というのは何を見て判断すればいいんですか？中国は隠蔽体質で大事故が発生して多数の犠牲者が出たとしても平気で隠しますよねとアメリカ人女学生は語り、実際にあった事件を例に挙げました。2004年航海で潜水艦が事故を起こして70名の乗組員が亡くなりました。その時も中国政府からの正式な発表はなく、地元の漁船が事故で分離した潜望鏡を偶然発見したのがきっかけで公に知られたのです。
またその原因についても機械の故障とだけ公表され、詳細については一切明かされませんでした。さらに2011年には大連に停泊中の原子力潜水艦から放射能が漏れ出したという疑惑が報じられました。当局からはそのような事実はないと報道があっただけで、詳しい調査結果が報じられることはありませんでした。そしてこれらの原子力潜水艦の乗組員のために放射能汚染障害専門病院まで作られることになったのです。水圧と無酸素の極限状態の中、作戦を強いられるだけでも大変な状況で、被爆の危険まであるというのは乗組員に同情せざるを得ません。現在中国で就航している最新の原子力潜水艦は094型です。しかし静粛性などの問題については未解決のままで、アメリカ海軍が以前追跡はたやすいと発表しているほどなのです。また2015年に中国のミサイル駆逐艦とミサイル護衛艦が宮古海峡を通過し、太平洋で射撃訓練を行っていたことがあります。中国艦船は18日間にもわたって海上自衛隊の双流型潜水艦に追跡されていたことに気がつかなかったのです。これに似た話は過去にもあり、2014年には西太平洋で射撃訓練をしていた中国の沿海船尾パトロール艦隊も長い間双流型潜水艦に監視されていた上、潜望鏡によって写真まで撮られてしまっていました。ここまで話してやっと中国人学生は黙り込んで真剣に話に耳を傾けていました。そしてアメリカ人女子学生は中国の比較として日本の潜水艦を例に挙げてこのように語りました。日本の双流型潜水艦は中国とは違って多くの部分が謎に包まれています。ですが液体酸素を燃料補助剤とすることで高い静音と長期間にわたる連続潜航を実現しているのは結構有名な話なんですよ。一説によると双流型潜水艦の駆動音は95デシベル程度、一般的に100デシベルを下回れば海上からのソナーによる探知はほぼ不可能と言われていることから、海の忍者とも言われているんです。しかも双流型潜水艦は20日間もの連続潜航ができるらしいので、ほとんどの作戦に対応可能だといいます。たびたび合同訓練を行っている同盟国のアメリカは日本の潜水艦をかなり高く評価しています。中国は確かに軍事力ランキングでは日本より上の3位です。ですがそれは数が多いだけの話で、質で言うと日本の方がはるかに上だと言えます。中国が海上を突破して太平洋へ出るには相当なリスクが伴うということを覚えておいてください。アメリカ人女子学生がこう言い終わると番組内では拍手が巻き起こりました。中国人学生も何も言い返すことはなく、彼女の発言と日本の軍事力を認め、両者は握手をして、いい討論でした、今日あなたと話せて本当に良かったですとお互いを褒めたたえたのです。このことは番組の視聴者が SNS 上に動画を投稿したことで瞬く間に世界に広がり、日本の軍事力と彼女の徹底した情報収集能力に数多くの称賛が寄せられました。いかがでしたか？日本の自衛隊は他の国の軍隊とは異なり、あくまで自衛するための組織で自ら先制攻撃することはありません。しかしいざという時のために国民をしっかり守れるよう使命感を強く持って訓練に取り組んでいるのです。もちろん日本が戦争に巻き込まれないことが一番ですが、日本の自衛隊が抑止力となって戦争を防いでいるのであれば、今後も自衛隊には高い水準を保っていってほしいですね。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。